平成27年3月から移転改築工事が進められていた高浜町の新庁舎と公民館がこのほど完成し、17日落成式が行われました。高浜町では庁舎の老朽化に伴い、総事業費およそ41億7000万円をかけ、平成27年3月から高浜町宮崎の国道沿いに移転改築工事を進めてきました。新庁舎は町屋をモチーフにした外観で、外から自然の光が入る工夫がされていて、吹き抜け空間のエントランスホールをはじめ、各課の業務を行う執務室、それに議場などが設けられています。また、愛称を日だまりと名付けた高浜公民館には、多目的スペースのほか、調理室や和室などが設けられ、これまで以上に快適に利用できる設備が整っています。落成式には、国や県、それに町や工事関係者ら、合わせておよそ120人が出席しました。はじめに野瀬豊町長が、生まれ変わった新庁舎が新たな拠点施設として次世代に受け継がれ、まちづくりに生かされることを願っていますと挨拶しました。続いて関係者7人がテープカットをして、新庁舎と高浜公民館の移転改築を祝いました。なお、新庁舎と高浜公民館では来年1月4日から業務が開始されます。